年間スケジュール。どうもこんにちは、篠原です。今回は1年間の勉強スケジュールについて話したいと思います。はい、年間スケジュールですね。で、まあ僕はですね、これ結構前からも言ってることなんで、もう知ってるよっていう人もいるかもしれないですけど、まあおさらいのためにお話ししたいなと思います。で、まあ今4月ですよね。4月で、ここからずっと受験があって、まあ、1月のこの辺でセンターがあって、2月のこの辺で2次あるいは私立の入試があるという人がほとんどだと思います。で、じゃあこの年間スケジュールどういうふうに組み立てていくべきかなんですけど、まず、受験生および今年、浪人した人は、もうやることは4、5、6、7月、8月1日までは決まってます。夏休みまで決まっていて、大きく分けては2つですね。まず苦手ですね。自分の苦手の克服と、まだ習ってないミリ周範囲ですね。ミリ周範囲をこれをやってほしいなと思います。苦手範囲の克服とミリ周範囲をなくすこと、この2つですねをやってほしいなと思います。で、なぜかっていうと、このタイミングで苦手だとかまだ習ってないっていうのは結構やっぱり致命的なんですよね。というのも、8月に僕は赤本やってほしいんですよ。赤本、過去問をこの段階でやってほしいなと思ってます。で、なんでかっていうと、その後のこの計画の組み立てとして、この段階で赤本やってある程度解ける、少なくとも解説読んだら分かるとか、先生がこうだよって教えられたら、ああなるほど分かりましたっていう風に先生の言ってる意味が分かるっていう状態じゃないとちょっときついんですよね。だからこのタイミングで赤本解かないといけないってことは、このタイミングで苦手範囲がないとかミリ周範囲がないっていう状態にしとかないとちょっと困るということになります。で、まあ、このタイミングで単純に苦手範囲が例えば、まあ、4つあったとしたら、あ、4分割振りゃいいじゃんってなるかもしれないですけど、4分割振りゃいいってもんじゃないからね。できるだけ前倒しでやりましょうね。苦手範囲って、まあ、湯水のように湧いてきます。あれも苦手、これも苦手みたいな。勉強が進めば進むほど苦手範囲っていうのはポコポコっと出てきます。で、進めば進むほど出てくるものなので、できるだけ前倒しで、もう早めに苦手範囲なくすぞって言ってやってください。で、一方で未実習に関しては、これは授業で新しく習うところがあると思う。で、授業で新しく習うっていうところをきっちりばっちり、授業を習ったタイミングで押さえるっていうふうにしておきましょう。このタイミングで未実習範囲に、ああもう適当にやっときゃええわいとなって、で、おし9月から復習だと間に合わないですからね。だからこのタイミングで未実習範囲は完璧にしとこうねっていう感じですね。はい。で、まあ8月赤本やっていただいて、で、東大京大受ける人、ここで東大もし京大もしあります。浪人は A 班 B 班取ろう、現役は取れなくても仕方ないと思います。浪人は A 班 B 班取ろうね、それぐらいの気持ちで臨んでください。 A 班 B 班取れなかったら、まあ、まああれですね、これから部屋の冷房はつけちゃダメとか、まあ、それぐらいの気持ちでやりましょうね。部屋の冷暖房つけちゃダメぐらいの気持ちで、やってください。まあ実際は風邪ひくんでちゃんとつけてほしいんですけどね。はい。まあそれぐらいの、ある種厳しい気持ちで、赤本取り組んでください。 でそこから、90、11、12月1日までですね。11月末までは、まあ、基本的に、この赤本やって自分がまだ至らない点があると思うんですよ。で、その至らない点ですね、まあ、弱点と言おうかな、弱点というか、まあ、強化するべきところですね、が見えると思います。赤本やって、ああなるほど俺これが足りねえんだなっていうのが見えると思うので、それを3ヶ月かけて克服するということになります。で、この3ヶ月、まあ、前から言ってるんですけど、これ死です、死にます。この3ヶ月は本当にやばいです。この3ヶ月はね、結構きついです。というか、このタイミングできつくないのは、よっぽど余裕かよっぽど勉強しないかどっちかなんで、ここちょっと大変だと思ってください。しかも、まあ、僕の動画見てる人結構難関大受ける人多いんで、お話しすると、集中力を持ってやらないと難関大の問題解けないじゃないですか。でも集中力持てなかったりするんですよね、勉強しすぎてて。だから本当に自分自身との体調管理とか、何でしょう、気持ちの持っていき方とか、結構この段階って人間力試される感じですね。自分自身の人としての弱さとか強さとかが問われるタイミングなんで、ここはねちょっと、まあ、ある種覚悟してほしいな。だからここできるだけ楽にするためにもここ頑張ろうね。
このタイミング、ここからここまでは結構健康に留意しながらみたいな感じなんですよ。健康に気を使いながら9月まではやってもらっていいんだけど、9月の1からはね、ちょっと健康云々とかじゃないんですよね。ここ頑張れるか頑張れないかで今年迎えたもう1年浪人するかが変わっちゃうので、結構ビッグポイントです。ここはね、大事なポイントですね。で、さすがにこの3ヶ月頑張ったら、ここの段階の東大模試、京大模試、ここあるいは大学別模試、慶応模試、総慶模試ですね、この辺だと結構結果が出ます。それなりの結果が出るはずです。だからまあこの辺でね、まあ結果を出すという感じになるのがいいかなと思いますね。はい、浪人も現役もこのタイミングはちょっと結果取りに行こうね。頑張って取りに行きましょうね。はい、でここですね、12月から1月、そしてセンター試験までは、これはもうセンターですね、センター試験しっかりやることになるかなと思います。もうそれ以上でもそれ以下でもないですね。センター試験きっちりやっていってください。で、それが終わったらまあ2次ですね、2次をやることになるかなと思います。私立受ける人はまあここからもまあ相変わらず私立かもしれないんですけど、ちょっとね、これは国立受けると私立受けるとでちょっとそれなりに対策変わってくるんですが、国立受ける人、特に東大とか京大受ける人で、なんかもうセンターあんま関係ねえよみたいな、あと東工大ね、東工大センターあんま関係ねえよっていう人いるかもしれないんですけど、まあ東工大の人はね、配点がないんでいいっていう人もいるかもしれないんですけど、配点が1点でもあるならばそれはマジでやろうね。1点でも配点があるなら失敗した時のリスクって半端ないんで、1点でも配点があるなら頑張ろうね。まあ特に東大とか京大受ける人知ってると思うんですけど、二次試験で1点取るのって難しいですよね。特にもう何でしょうね、膨大な努力を積み重ねてやっと1点稼げるかどうかですよね、っていう状態なので、センター試験をないがしろにしていいなんてことはないです。でセンター試験取ったら、まあ僕はそれがうまくできたんでよかったんですけど、やっぱり私立は受けなくて済むんですよね。僕は早稲田大学センター利用で合格しました。本当に受かってよかったです。めちゃめちゃ楽でした。実で受けてたら 100% 落ちてたんで、やっぱりね、早稲田受かってよかったなって思ってます。そういう状態になってほしいな。センターは、とにかくセンター利用で通ること、センター利用でどっか通るっていうことを目標に頑張ろう、センター試験はね。で、次第受ける人はセンター対策するかどうかちょっと謎です。一応、センター試験で満点取れるわけじゃないと思うんで、センター試験の勉強しても何か学びはあるはず。だから僕はセンターやった方がいいんじゃないかなと思うんですけど、まあいやもう俺は私立しか考えてないからっていう人は次第の勉強したんでいいんじゃないかなとは思いますけどね。はい、まあここはちょっと悩みどころではあるんですけど、まあぜひ、12月からはもう過去問解いて、自分の点が取れないところを見つけて、過去問解いて点取れないところを見つけてっていうことの繰り返しになるかなと思います。です、はい。で、これでまあなんとなく気づいてもらったと思うんですけど、やることって2つなんですよね。自分のできないことをできるようにすること と、過去問何が出てるかの確認すること、この2つです。過去問やってみる、できないことが分かる、できるようにする、過去問やってみる、できないことが分かる、できるようにする、もうこれだけですね。なのでそれをひたすら回していく、どれだけ回したかっていうのが勝負になるので、ぜひ頑張ってやっていこうねっていう感じですかね。一応目安としては、過去問としてはもう、東大も京大も受ける人っていうのはもう30年分はやろう、センターも2次も、他の大学の人もやっぱり25カ年15カ年出てると思うんで、それは全部やりましょうね。それ全部やったら基本は受かります。なので頑張ろうです。はい、ということで今回は年間スケジュールということで、1年間こんな感じで勉強しましょうねっていう話をしましたです。まあもちろんこの中にはいろんな模試もあり、テンションが下がることもあれば上がることもあり、あとね、浪人生とか現役とか、まあ、結構あるんですけど、この辺で恋が芽生えるんですよね。なんか恋が芽生え出すんですけど、恋芽生えたら結構やばいですからね。だから恋芽生えないようにするとか、その時期的にそれぞれ気をつけないといけないことはあるんですけど、まあ一応、1年間こういうつもりで勉強してくれたら大外しはしないかなと思います。ぜひ頑張って合格今年掴みましょう。ということで今回はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。まあまあスケジュール通りいかないんですけどね、基本的には。だから前倒しでやった方がいいですよ。4月の間多分テンション高いと思うんで、4月の間できるだけ多くのことを終わらせてくださいっていう感じですかね。です。
最後になりますが、過去動画をまとめサイト作りました。今投稿しているとか整形的にまとまっているので、よかったらこちら見てください。今後もこういう勉強やすい情報をどんどん配信していくので、これからもお付き合いしてくれると嬉しいです。あとメルマガ配信しています。よかったらこの動画の動画概要欄 URL クリックしてもらったら30秒くらいで登録できるので登録してください。ということで、次回ですね、この4月はどうすればいいのかみたいな動画も配信しています。次回というか、これまでもこれからも配信していくので、それ見てください。ということで、また次回会いましょう。現在成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。